練馬区議会議員の佐藤力です佐藤力チャンネルをご覧いただきありがとうございますタイムリーなネタを分かりやすくお伝えしていきます今回は練馬プレミアム付き商品券について解説いたします今回の動画の流れについてですが練馬プレミアム付き商品券の内容についてお話しした後購入方法についてお話ししていきますのでぜひ最後までご覧いただければと思いますさて 今回ご紹介する練馬プレミアム付き商品券についてですが、新型コロナウイルス感染症により、区民の皆様や区内経済は多大なる打撃を受けています。その中で、区民の皆様の生活や、また区内の商店街の皆様を支援するために、今回練馬区独自で発行するものとなります。このプレミアム商品券事業は、 昨年消費税増税の緩和策として非課税世帯や子育て世帯を対象に発行しました練馬区プレミアム付き商品券こちらの方が記憶に新しいと思いますこちらは国が主導で国によってまあ行われた事業となっています前回練馬区独自でやった時はリーマンショックが起きた2008年およそ12年前のこととなりますでその時のプレミアム率は20%でした 今回の新型コロナウイルスはリーマンショック以上に区民の皆様の生活や経済に大きな打撃を与えると予測されていますですのでリーマンショックの時はプレミアム率20%でした今回は自民党が強く要望しプレミアム率30%となりましたプレミアム率30%というのは一組当たり5000円で商品券を発行しますがその商品券で 6, 円分のの買いい物がでできるというものですつまり5,000円で6,500円1,500円分のお得になるということです。でまた今回は1人当たり10万円分まで購入することができますので最大で3万円もお得に買い物することができます。とはいうもののこのプレミアム率という言葉あまり馴染みがないと思います。私も個人的にプレミアム率っていうのが なんかピンとこないなっていうことがありましてこちらを少し言い換えますと普通のスーパーとかでセールをする時には何割引っていいう言葉になると思いますでこのプレミアム率を何割引っていう言葉に換算しますと例えば前回のプレミアム率20%の時この時は6,000円のものを5,000円で買うことができます。つまり 約17%引きということになります今回のプレミアム率30%こちらは6500円のものが5000円で買うことができますつまり約23%引きということになりますですのでこの商品券を買って使うことによって1000円のものが770円で買うことができる23%オフで買い物をすることができるようになります スーパーとかで言っても、まあ、5%引き10%引きっていうのはあっても23%っていうのはなかなかないと思います非常にお得に買い物ができるものだと思っていますこのプレミアム付き商品券を購入することができるのは練馬区に住んでいる方または働きに来ている方練馬区で勉強されている方在住在勤在学その方々になりますまたこの商品券の有効期限は 来年の2月28日ままでとなっています皆さんにとってこの商品券を購入するかどうかっていうところ判断のポイントとして、まあ、もちろんお得っていうところはあると思います23%引きお得だと思いますその上でやっぱ大事なのはどここで使えるかととといいうことだと思います今回の商品券が使える場所は練馬区内の商店街に加盟する店舗が中心となります 大型店では利用できないものの、1300の店舗で利用することができます。飲食店であったり、魚屋さん、肉屋さん、八百屋さん、普段使っているところであったり、クリーニング屋さん、また一部のコンビニとかでも使うことができます。まあ、1300店舗もあるので、一概にこう紹介することが難しいので、利用できる店舗の一覧については動画説明欄に説明を書いておきますので、ぜひご覧いただければと思います。 きっと皆様が普段利用している、皆さんが知っている店があるはずです。次にこの商品券の購入方法について説明していきたいと思います。ちょっと複雑ですので図を用いながら説明していきます。まず最初は皆様方がまあ郵送またはインターネットで練馬区の商店街連合会へお申し込みください。申し込み期限は8月14日必着となっています。そして9月上旬頃に まあ当選者のみに対して当選結果の通知が送られますそうしましたら9月10日から10月9日の間にその当選通知を持って区内の金融機関に商品券を購入しに行ってくださいこの区内金融機関とは郵便局や JA 東京アワバ信用金庫などとなっていますインターネットでの申し込み先や 取扱いの金融機関の等については動画説明欄で説明を書いておりますので、ぜひご覧いただければと思います。お得にお買い物ができる商品券ですので、お買い求めいただきご利用いただければと思います。今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。